ヤケブリン、ヤクンジャと申しますぞ。今回も前回に引き続きマスターボールヤークで、ヤゲンダイナがね、シート時に丘を使い忘れてたんで、それを使っての潜り直しの試合をやっていきますぞ。では、試合まで勝ってない、ありえない。対戦相手が見つかりましたな。青石大輔もよろしくお願いしますぞ。ファイターバーキーはサイドン？ドダイドス。ドダイドスではない。我は今、大王道を見ながらドダイドスを口にしましたが、今作にいませんな。そしてお相手には伝説がいませんな。そのドダイドスの枠、大王道で、大王道というわけで、大王道、ウィンディ、アーマーガー、マスノーブラッキー。さて、伝説のいないパーティーには伝説でバーが、一番理想的だと思うんで、ダイナで、ちょうどダイナでダイマックスを連発する。YouTube も別に普通に刺さっているんで出すとして、あとはですな、ヤニューラは誰に刺さっているのか、特に刺さっていない。魔法イップもアーマーが内定ができるかと言われると微妙ですが、ヤホイップ行きましょう。では、青石対戦よろしくお願いしますぞ。さて、まあ威嚇のウィンディが一番初手っぽいといえば初手っぽい。が、どうですか？大王道で、何の大王ですか？我が初手はヤゲンダイナ。大砲者を撃つべきですな。なぜなら他の技が通らないから。いや、キャラいますぞ。いきなりダイマックス。こやつの巨大技は何でしたかな？巨大ですな、この姿は。はんぺんのバケモン。すごい目をしてますな。とりあえず、焼き払いますぞ。ズドン！確認いいですな。一発耐えればいいんですぞ。巨大光神。緑ですな。確認取られている。尖った鋼が漂い始めたね。鋼ステロですな、これは。さて、お相手は交代で炎技を受けられるのはウィンディとサイドぐらいのもの。ブラッキーはわざわざ出す感じではないでしょう。できてない、ありえない。可能性がありますんで、ステロを巻かれたとて効かない理由は特にない。サイドンが弱点つけるか、モスナも弱点つける。ウィンディはダイナとの相性はいいと思うんで、ブラッキーよ。もしかブラッキーはヤホイって相手しますな。交代大ありえない。任せますぞ。オレムナ、ヤホイップと言いつつ、ベールであくび対策は完璧でした。痛い。はい、出るんですか。さーて、ラストが誰なのか。巨大断炎でいいですかな。ウィンディが来たら最高で攻め立てる。これでいきましょう。では、行きますぞ。うおー、でかい、でかいんじゃ、でかいよ、この、はい、次よ、あーいきなり裏声出すのやめていただきたい、今だそう。バックアウト、仕下げてきましたな。しかし、帯、断炎、耐えますかな。論理使用での数少ない回復技、ズドン。これは次のバークで耐えるところまでは行くが、押し負けるわけではないです。特にここは我が何か行動を変える必要はない。大バーンを打つと回復技がどうのこうのなので、しかしこれどうやっても打ち負けはなくないですかな。回復技があるとはいえ、まだまだ負担をかけますぞ。
それではここで月の光でしょう。全回復。粘るのは結構ですが、草原を相手に回復させるだけ、サイコを撃つ意味はない。バンは先ほども申した通り、撃つ必要がない。月の光、うん。さあ、シーサゲのハメ戦術だろうが何だろうが、関係ないんですな。帯巨大断炎。素晴らしいスタンですな。さて、お相手、これは、どうしてくるのか。再生のタイミングでダイナーを合わせるべきか。再生のタイミングって今です。U2 の気合玉とダイナのメガネ大魔法はどっちが上なのかと言われると、いや、ここはダイナでいきましょう。U2 がいることはまだ隠しておきましょう。オーマスター、やげんないな。さあ、これ。ですよな。ちょっと PP が足りなくなる可能性がある。プレッシャーを放っているのはこちらではあるんですが、ウェーブでいきましょう。ガンガン削りますぞ。ナイフエッジヘドロウェーブ、いい感じですな。で、相手は必死に血を下げてくる。急所に当たってるんじゃないんですな。ダイナはとりあえず倒れるまでヘドロを打ってもらいましょう。一段階加工が何だって言うんですかな。ヘドロウェーブ、これ大魔法なら足りてたのでは？月の光。ちょっとプレミでしたかな？ねえ、次爆破を受けるときはどんなダメージになるのか。だけど急所でしたからな。なんとしても削れた状態で U2 に繋がないと。ラス1タイムで負けるようなことがあってはならない。お相手ラストがアーマーガーナル出してしまうというのもありですが、こちらの火力でこだわってるのは分かったと思うんで、それとも月の光の PP のことを考えていますかな。ワークアウトで早めに処理した方がいいのではないかと。フリップダメージ圏内に入れればダイナはどの道引けなくなりますんで、だからお相手は悩んで、当然といえば当然。さあ、見合っておりますぞ。ヘドロウェーブ！おお、でかい！でかいんじゃ！でかいよ！バラルク！起きてるよ！あー！いきなり裏声出すのはやめていただきたいと言われそう。さあ、お相手の食べ残しは無効化しましたな。さて、ここからどう立ち回りを変えていくべきか。もう一発は耐えるんですよな、そのスリップダメージを。なので、いや、しかしここで下手なことをする必要はないと思うんですが、何発持ってればそのうち急所が出る可能性もあるので、イカ様、焦りましたの、おいです。我が野源ダイナはしっかりと A0 を粘ってますな。ここで急所を出せば落とせますぞ。というか、焦って落としに来てくれれば、この消耗した状態で後ろに繋げるわけですが、どうなんでしょう。もう正直ステロ圏内に入れてるという状態ではあるんですが、攻撃してくれませんかな。いいですか。よくやってくれましたぞ。この体力ならどうあっても削れてくれる。
さまさまでしたな。絵のモデルになったウーツー出番ですぞ。相手はアーマーがいたんです。では軽く焼き払っていきましょう。緊張感対決ではない。ダイモンの願いアリエ焼き払いますぞ。はっ、おっと耐える。素晴らしい耐久ですな。しかし相手で落とされることはありませんぞ。ではとどめですな。シャドウボウ、ミュウツーといえばシャドウボウ。できるがやりやん。まあ、それはスマブラの話ですかな。では青失態視線監視がやりやん。ブラッキーに大苦戦ですな。対戦相手が見つかりましたな。オルテンシア主体戦よろしくお願いしますぞ。相手のパーティーはブルンゲルミミッキュ、レックーザ、ゼルネアス、ランドロス、そしてガオガエンド。威嚇2枚ですが、こちら物理アタックは少ないですので。しかしヤニウラ結構刺さってるんですな。適当にトリプルアクセル打ってるだけでもいいまである。ダイナ出して初手レックーザだったら結構困るんですよな。ヤナタモンはゼルネアスがいる並びには絶対に出すと。ではオルテンシア主体戦よろしくお願いしますぞ。その相手の初手はどこですかな。ガオカエンいますな。威嚇バラマキ捨てるべきだけど、一応大魔法の通りは良くはないが、鋼いないんで毒技の方がいいですな。ウェーブしていきましょう。ランドには半減ですが、乗るしかないですぞ。このヘドルウェーブに中断確定にはすごいですな。トンボ返りステディフではなかった。ランドが来たら引きますが、それ以外なら居座ってもいい。相手こちらが耐久型なのか火力型なのか悩んでいたということでしょう。ミミッキュー、ミミッキューか。ボンジハ巻きに来たって感じかもしれませんが、ヤニューラは出しづらい。一応動きを見ましょう。ゴソダイどこかに行きましたか。さようなら。では着地狩りといきましょう。次もゴーストダイブ打ってくるんですから、とりあえずウェーブさせていきますぞ。せーの、折れましたな。ではヤニューラに交代がありえ。おっと悩んでいるということはゴーストダイブ連打ではないのか。ご機嫌なニューラン。さあお相手の行動は何ですかな。ゴーストダイブいいですな。半減。そして我がヤニューラはダイナより遅いので確実に下から殴れる。地獄好きでこだわるのとトリプルアクセルでこだわるのはどっちがいいのか。ゼルネアスのケアを考えた方がいいですよね。どの道ガオガエンから来るとは思いますが、半減ですぞ。ではトリプルアクセル1、2、そしてとどめの3発目で巨大アリエ。これだからためようとありえないんですか。ねえ、ガエンが帰ってきますかな。来ましたな。適当にトンボしてるだけでもいいですし、ここで意地になってダイナックルを打つ必要はないはず。ヤニューラは正直もう遂行したと言っていいんですね、役割を。何にしても倒せるぐらいにしておきましょう。遂行したって別にもう何もしなくていいというわけではないんですぞ。いけませんか。
なんでまあラストがあらかじめ見ることができるというのはいいことでしょう。誰だ、ゼルニャース。ここは削れるときに削る、そういう戦術でいきましょう。モンスターやげんだいな。ヘドロウェーブがありえない。乗るしかないですぞ、このヘドロウェーブに。スーダン一撃がありえない。素晴らしい火力ですな。ジオコンさせる、そんな余裕はなかった。では蹴散らしていきますぞ。ダイマックスしてくるんでダイマックス法に変えたいぐらいですが、いや遅延と取られかねないが負け筋になりかねないんで、対戦感謝がやりやりやりましたな。対戦相手が見つかりましたな。マナモシ対戦よろしくお願いしますぞ。相手のパーティーはカプレヒレ、オーロンゲ、エースバーン、ザシアン、バードラックス、ランドラス。さて初手の壁張りにはダイナを出す。これ選出確定ですね。ではマナモハート氏対戦よろしくお願いしますぞ。相手の初手はどこですかな。ランド以外には対応可能。ランド以外には対応可能。ランドの方が早いことが決定しましたな。ランドにはランドで対応するじゃないですか。任せますぞ。ラタモン初手ダイジェットは知りませんぞ。変身威嚇していきましょう。上での行動は岩石封じ。これで同速ゲーにもならないよというわけです。ねえ、さすがにここで自信は打てないんでダイナに引きますが、その前に技構成の自爆。自爆。おっと、予想にしてたら、まだ技を選んでます。相手の技構成は、地ならし、自爆、岩石封じ、ステルスロックだということが今は分かりましたな。さて、では、ここは、野源ダイナに交代以外ありえない。さて、ガンプですかな、爆発ですかな、地ならし、読まれてるんですが、メス加工は問題ではないか。どうしますかね。岩技が飛んできそうなので、ここ打ち抜きましょう。相手 S 下げるの大好きですか。自爆。さて共倒れですが、急所はありえないんですな。バードレックスから来るのかザシェンから来るのか、それが見極められないと困る。ザシェン良くないですな。ここやったもんだったが、もうどうしようもないですぞ。ダイマックスすることはもう遅延でしかないのでは。相手が剣の舞をしてくるならしてくるで、瓦割った方がいいのか、アイス打っといた方がいいのか、どうしたもんですかな。20番ダイマックスは意味がありませんでしたな。
タもいるの分かってるんで、ザーシアンから出すと読むべきでしたかな。ザーシアンよりバーベックスの方が早いんだ。この辺はフルミだった。変身！しかしラストはまだバードレックスと決まったわけではない。巨獣山電光石か。そんな技効くわけないんですぞ。必殺巨獣山ズバン一撃がアリア。さーてバードレックス以外、バードレックス以外を希望しますぞ。はい、そりゃそうなんですよ。お相手が最一番意味が分かりませんな。そんなわけはないので、あ、何も考えることはありませんな。はい、なんとか耐えれる。いや無理です、無茶を言ってはいけない。念はマナもハートし対戦勝ち。はい、アリエ。対戦相手が見つかりましたな。カズキシ対戦よろしくお願いしますぞ。相手のバッティはその構築ラグで積まないか、ラグラージブリモミッキューネクロズマイコイラッキナサンダー。さてですな、小鉄想像打てるヤホイップを出しておきたいが、ブリモンが来た時にいろいろ困るが、いいでしょう。で、ギラキナがいるんなら、ヤニムラは出番ではないんですかな。あとは、ダイナで、行きましょう。念は、カズキシ対戦よろしくお願いします。お相手のトレーナーカードは謎の場所ですかな。さて、初手といえばラグランジ、初手といえばブリミン。ネクロズマイコ当てが外れました。我がヤホイップではネクロズマには勝てない。流埋されますが、特権まで発動させて、これは、どうしますかな。食べ残し型にかける。自信、耐えるがやりえない。ウィッチですぞって、これダイナ読まれたんですかな。ロジカルフレー帯ですぞ。まあいい感じで、特権ですな。しかしまだなんとかなる。メトロドライ交代しないといいっていうか、まあ保険が発動したんで落とせるということでしょう。ダイナの声を、まあ、よく削ってくれたんではないですかな。現の火炎放射レイヤーキャランですぞ。ここ正直ダイマされるといろいろ終わるんですか。どうでしょう。やってきましたな。いや、しかし勝ち筋が完全についえたわけではない。まだヤニューラもいますし、ダイナもやられたわけではないんですぞ。天才小読みヤニューラはここで進むべきではない。火炎放射中断、ライマしてなければといったところ、はい、やりました。これが実は勝ち筋だったんですな。フイッチぐらい耐えるんですぞ。上がった火力は火傷で総裁。毒棒も上がりましたが、スリップダメージもあるんでなんとかなるでしょう。これが王冠の力か。
これは火炎放射スルダン倒しきれませんでしたが、友達ですな。いやー、よくやってくれましたな。てか、エスパーワードを切ってたんですかな。よし。で、ここからヤーニューラが全てを倒さなくてはならない。いるなら右から来てほしいものですが、トリプルアクセルの関係で。別にバー作りは何もされていないので、ご機嫌なヤニューラが見立てしてくれることでしょう。グリモン降りるやつですかな。タスキ対策はこれしかないですぞ。トリプルアクセル1、3発当てれば2、なんとか3。いや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 、素晴らしい火力ですな。さあこれで苦手なフェアリーを退けましたぞ。ダイマックスは残っているんで、こだわりはデメリットにならないギラティナ。これは耐久優先でしょう。でもう保険は見たので絶対にいない。ダイアイスがやりえん、対戦感謝がやりえん、やりましたな。